この動画はワンランク上の DIY を目指し充実した DIY ライフをサポートするための動画になっております。それでは本日もよろしくお願いします。こちらは締め付けて2の爪があるんですけども、その後ワンタッチなんで最後で一瞬で取り替えられるので、じゃあですね、今日のお題なんですけど、インパクトドライバーとドリルドライバー、どっちを先に手に入れるべきかというようなお題でやっていきたいと思います。そうですね、DIY、初心者の方というか、まあ、基本的にこの動画を対象としているのは、まあ、ドリルドライバーかインパクトドライバーはもうすでに、使ったことがある方や、あるいはお持ちの方が対象になってくるんですけども、まあでもね、これから始めようと思う方で、まあ、ホームセンターにね、行ってね、最初にどちらを買おうかなっていうふうに思われる方は非常に多いんじゃないかなと思います。現にですね、Google で検索すると、インパクトドライバー、ドリルドライバー、違いとかっていうワードがすごく多く出てくるなと思ったんで、この動画を撮影することにしました。はい、でインパクトドライバーって言葉は結構ね、最近ポピュラーになってきてるんですけど、逆ドリルドライバーって言葉の方が、まあ、最近あんまり聞かないのかなと思うんですけど、そもそもドリルなのドライバーなの、インパクトって何っていう話だと思うんですよね。でそのあたりにちょっと違いをですね、今日説明していきます。でまずですね、ちょっと最初点取っちゃったんですけど、これがインパクトドライバーですね。これはプロ仕様なんで、非常にパワーが大きなやつです。まあ、誰でも知ってるマキタというメーカーなんですけど、これはまあ我々が日常使っているものを持ってきました。こちらがインパクトドライバー。でこちらがですね、まあ、同じマキタの製品たまたまあったんですけど、こちらの工場長からちょっと借りてきちゃったんですけど、これは、ドリルドライバーというやつです。でこの2つの、決定的な違い、これは何かと言いますとですね、ドリルドライバーというのはその名の通り、まずドリル、穴を開けるという目的とドライバー、まあ、この2つの用途を元に考えられたものですね。で昔からねこっちの方はあるんですよ。でインパクトドライバーの方が比較的最近出てきたんですけど、ドリルドライバーって基本的に回転のみです。右回転も左回転もするんですが、回転が回転なんですね。で回転の、まあ、スピードは変えられますが、ポイントなのはそうですね、クラッチ機能っていうのがあって、ある一定以上の負荷がかかると回転が止まるようにできてるんですね。でそれ何かというと、ドリルとして穴を開ける場合とドライバーとしてネジを締める、そのモードの切り替えができるとかですね。ドリルっていうのは穴を開けることが使命ですから、何が何でも開けるために回転をしなければならないので、まあ、ここドリルモード、ここドリルモードなんですけど、このドリルモードにするともう力いっぱい、ずっと回転を続けます。ではですね、ネジを締める場合、あまり強い力でネジを締めすぎると、まあ、ネジを破損してしまったりとか、あるいはよくネジがバカになるっていう表現をするんですけど、ネジがもうゆるゆるになって効かなくなっちゃうとか、あるいはネジが切れちゃったり、ネジを打ち込んでるはずの木材を破損したりということが起こりうるんですね。そのために、そのネジを締めるのに最適な強さを、まあ、コントロールできるというかな、自分の力加減以外にこのドリルドライバーが、まあ、ある意味力を制限してくれるというか、そういうような機能を持ってます。でそれがドリルドライバーですね。で一方インパクトドライバーっていうのはですね、このインパクトっていうのが、まあ、衝撃っていうんですね、回転方向に対して、衝撃打撃を与えながら、ネジを締め付けるということなんですね。なので非常に強力な力で、ネジを締め付けていくことができるものです。でこれはどういう時に役に立つかっていうと、非常に長いですね、ネジをたくさん打ち込んだりするとき、ネジを締め付けるスピード、まあ、パワー、どちらも非常に強いので、
作業性が楽になります。だ大物なんかをね、SPL 材なんかでバンバン作りたい人なんかは、まあ、こっちの方がありにくいかもしれませんね、はい、ただし繊細な仕事には向きません。例えば、そうですね、金属製の金具をすごく短いネジで、切り返して打ち付けたりするときに、まあプロの方だったらね、このインパクトドライバーで何でもやっちゃうんですけど、素人の方がインパクトドライバーでそういう短いネジなんかを締め付けるとすると、もう一気にそのネジを破損してしまったりっていうことが起こりますので、あくまでもこちらはパワーとスピードですね。まあそういうふうに、考えていただければいいんじゃないかなと思います。でもう一つの、違いとしてはですね、ここのですね、先端工具と呼ばれるこういうですね、ドライバーとかドリルとかこういうものを取り付けるところの、まあ、これドリルチャックっていうんですけど、ここの構造が違います。こちらは締め付けて固定する、4つの爪があるんですけど、その爪がグーッと寄せられて、この先端工具を加え込む、こういう工具になっています。こちらはワンタッチ式なんですね。ここをピッと引っ張ってやると、すっと先端工具が抜けます。ただしこちらはですね、このインパクトドライバーに対応した先端工具しか使えません。まあ、六角軸のものなんですけど、これなんかもそうですね。で、ドリルドライバーは、3つの爪で先端工具を締め付ける構造になっているので、インパクトドライバー用の先端工具も使えるし、あるいはこういう丸いですね、棒状のものも使えることもできるので、先端工具の選択肢が、非常に広いという話ですよね。ただですね、最近 DIY 市場というか、こう道具の、ね、市場もだいぶ発達してまして、インパクトドライバーに、対応している先端工具がどん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 増えてきているのも、確かなんですけども、まあ、それでもですね、極端に太いドリルなんかはまだまだこっちでしか使わなかったりってこともありますので、まあ、使える工具の幅は広いかもしれないですね。はい、でこちらはこのワンタッチなので作業性が非常にですね、一瞬で取り替えられるので、本当にプロの人が1日に何百本っていうピースを締め付けないといけない時なんかに、まあ、非常に力の差がないかなと思います。でそれで、まあ、じゃあどちらを先に買ったらいいのかなって話なんですけど、そうですね、まあ、私の考え方としては、インパクトドライバー買いたい気持ちは分かるんですけど、まず最初はドリルドライバーの、まあ、充電式のものですね、購入される方が、いろいろと使い勝手がいいんじゃないかなと思います。で、まあ、インパクトドライバー本当に使い慣れないとネジなんかも締め付けづらいですね。で、まあ対してですね、このドリルドライバーは、まあ、スピードのコントロールや力の調整ができるので、まあ、使い慣れない人でも、まあ、失敗は少ないのかなと思います。で、まあ、それをねちょっと一回ちょっと実験してみたいなと思いまして、まあ我々のね、ウェブマーケットの、坂森くんですね、はい、この間 DIY 出演してくれました。じゃあちょっと彼にですね、実際にネジを締め付けてもらって、使い勝手の違いをですね、体験してもらいたいなと思います。はい、じゃあ坂森くんよろしくお願いします。